ゲ好きの皆さん、おはようございます。園芸大好きおもしのどんちゃんです。前回のねクリスマスローズの動画を見ていただきましたでしょうか。どんチャンネルといえばねクリスマスローズというところで、今回またどんチャンネルといえばシリーズね、あの花畑景気の河津桜を見に行こうのコーナーです。はい、まあね、どんチャンネルずーっと最初から見てくださる方はねご存知かと思うんですけど、僕がね本当に初期の初期の初期の頃に、視聴者宛てに、ね桜を撮って頑張ってくださいみたいな動画を撮ったんですよね。そういうあの思い出がある桜なんですね。河津桜はねあのいつもほらいっぱい咲いてる桜よりもちょっと早めに咲くような桜で、で、いつもね、バーでいっぱい一気に咲く桜が咲く頃にはもう散ってしまってるっていうぐらい、早く咲く桜ですね。で、ものすごい綺麗なのよ。本当に。もうね、あそこが咲くとみんなね、写真を撮りに行くみたいな、まあ、そういうところですね。で、僕ももう毎日ね、そこを通るんですけど、いやーなんかね、どんチャンネルの始まりと言ってもいい、ね、過言ではない。あそこの場所、とても大事な場所なんですね。なんかこうね、動画を通して本当に思いを伝えれたっていう、まあ、そういうなんか動画の可能性をね、感じることができたっていう大事な、大事な桜なんですよ。なので、今年はね、それも、去年はね、撮らなかったのよね。今年はちょっと撮れるので、撮りに行こうかなと思います。ちょっと歩いて行こうかなと思うので、楽しみやね。結構ね人がおるからそこで喋れるかわからないけどね、綺麗な桜一緒に見てみましょうよね。あの通勤される方も家にいる方もいろんなね状況で見てあると思うんですけど、少しでもね心がほっこりするような映像になればいいなと思っております。それではね早速もう桜の映像に行きますからね。それではどうぞ。はい、ちょうどね花畑駅の、すぐ近くです。いよいよ、到着しそうなのですごいですよ。あ、見えてきましたね。さあ皆さん素晴らしい映像をぜひ見てください。それがこちら、じゃーん。めっちゃ咲いとる、すごい。ほら、うわすごいわ。車でね見た時よりもやっぱりすごい。いやもう緑の葉っぱが出てきてるから散りよるね少しね。危なかった。ギリギリ。あー美しいね。ほら、ちょうどね、こう花畑駅のすぐ下なの。すごい。車の音とかね、うるさいかもしれないけど、ちょっと高架下のね。これです。これを皆さんにお届けしたかったんですよ。どんチャンネルはね、皆さんと共にあるチャンネルだから、共有しないとね、お花の美しさは。いいですね。結構ね、人いつもいるんだけど、まあ、僕のためか誰もいないですね、今。すごい。こんな感じ。上電車ね。やっぱ桜っていいよね。日本って感じ。日本。どうでしょうか皆さん。なかなかね、今桜がねまだ咲いてないから。
いいでしょ、早めの桜の映像も。ちょっとこう日陰だから少しね、暗い映像になってるかもしれないけど、それでも十分でしょ。素晴らしすぎるよ、君。皆さんね、通勤でうつむき加減でみんな歩いてるのね。なんとなくやっぱね、仕事大変だからね、あとは憂鬱になるよね。はい、河津桜、皆さんどうでしょうか。今年はね、こういう感じで来てますよ。はい、帰ってきました。いかがでしたでしょうか。ものすごい綺麗かったね。いやー、ちょっとやっぱね、車でちょっと通り過ぎるよりもものすごい綺麗見えるね、近くで見たらね。ね、皆さんどうでしたか。桜はね、人それぞれね、見るとこう思い出すものとかいろいろあると思うんですけど、まあ、どんちゃんといえばこの動画を通してなんかね、思いを伝えるとか、まあ、そういうことをね、気づかせてくれた桜なのよ、ね、だから今も続いてる、うん、それがねあってね、すごい好きなのよ、あそこの桜でね。もうだいぶね、葉っぱ葉桜になりつつあるから、早めに行った方がいいかもしれない。うん、もうちょっとしたらダーッと散るやろうね。で、天気がね、今日悪くなるらしいから、今日3月の9日なのよ。で、天気が悪くなるらしいから結構散るかもしれんね。え、もうあっという間に散っちゃうからね、桜はね、まあ、それがいいところなんだろうけどね。なのでぜひ花畑駅のね、下で咲いてますから、皆さんをね待ってますから、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ドンチャンネルではね、他いろんな動画上げてますので、ぜひね他の動画もいっぱい見てみてください。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。